大相撲の元小結千代天山の角大八郎、墨大八郎、3が28日に死去したことが30日、関係者の話で分かった。大阪市出身、48歳、葬儀告別式は、近親者のみで行う、引退会見で目に涙を浮かべて土俵生活を振り返る千代天山。千代天山は中学卒業後に元横綱北の富士の九重部屋へ入門し、 1991年春場所初土俵。師匠が元横綱千代の富士の九重親方に代替わりした後の1997年初場所で新十両、その2年後には新入幕を果たした。新入幕となった1999年初場所から3場所連続で3勝を受賞。当時は史上初の記録で、大の里が今年の名古屋場所で4場所連続受賞するまで、 25年以上も破られることはなかった柔らかい体と右四つからの寄りを武器に最高位は小結1999年名古屋場所幕内在位は23場所で主勲賞1回関東賞2回金星3個若乃花から1個武蔵丸から2個2008年初場所を最後に引退していた引退後は日本相撲協会に残らず 和歌山県内でちゃんこ店を開業。関係者によると、近年は体調を崩していたという。